ナタリー・ジュヌビエーブ・マリー・コシュース・コモリゼは、フランスの政治家、国民運動連合所属、イニシャルを短縮して、NKM と呼ばれる。フランスはフィヨン内閣で、環境担当閣外省を務め、2010年より、環境、持続可能開発、運輸住宅大臣に就任した。成果は、ポーランド出身で、ポーランド独立の志士、タデウシコシウシコの2位。 ユーゼフ・トーマシ・コシウスコの子孫にあたる。総祖,祖父、アンドレ・モリゼは、社会党所属の上院議員で、ブローニューイコール・ビアイクール市長を務めた。祖父、ジャック・コシュースコ・モリゼは、第二次世界大戦中、ド・ゴール率いるレジスタンスに参加し後に、中米大使となった。父、フランソワ・コシュースコ・モリゼは、セーブル氏の市長、母は、物理学教授、弟、ピエール・コシウスコ・モリゼは、 フランス第三の電子商取引サイトに成長した priceminister.com の創設者の一人である。2003年に結婚した夫との間に西がある。コシュースコモリゼは2016年3月に離婚した。リセル・イル・グランを経て、エコール・ポリテクニークを卒業する。コレージュでアンジェニュールで MBA を取得した。その後、ジャック・シラク大統領の地遇を終え、 環境問題に関する専門家として政策立案にあたる。2002年にパリ南港エソンヌ県から最年少で選出され、2007年まで国民議会議員を2008年3月からロンュモー市長を務めた。保守系の政治家ではあるが、積極的な環境保護政策を施行するブルーエコロジストに属する。2013年2月、 コシュースコモリゼは2014年に行われる予定のパリ市長選挙に立候補するため国民運動連合内での予備選挙に出馬すると表明した。彼女が同性間の結婚の是非を問う投票を棄権したことを批判するギヨーム・ペルティエや極右週刊誌のキャンペーンの後2013年6月3日に行われた予備選挙でジャン・フランソワルガレ、ピエール・イブ・ブルナゼル フランク・マルガンに勝ち、投票数のうち58.35%を獲得し、優勢となった。2014年3月30日に行われたパリ市長選挙において、コシュース・コモリゼは国民運動連合の候補として出馬したが、社会党のアンヌイ・ダルゴに敗北した。2011年に発生した東日本大震災では3月29日に、 福島第一原子力発電所事故を受けて、事故処理を支援するため、原子力専門家2名を日本に派遣した。記者団に対して、我々は原子力庁とアレバから、二人の専門家を送った。ポンプや放射能を含む、水の処理に関する我々の経験を伝えるためだと、語った。南京市を訪問中であったが、訪日するニコラ・サルコジ大統領に堂々する。4月2日、 仙台市役所を訪問し、奥山恵美子市長と会談、復興支援を申し出た。コシュースコモリゼは、奥山市長に対して、必要であれば、優れた技術者を早期に、多くの地区に派遣できるようにしたい。と話した。さらに、仙台市東部に津波によって海水が侵入したことに、対しては、フランス南部にも、円外の問題があり、長年研究されている。 早急に対応すべき問題だ、と指摘した。ありがとうございます。